スモッグ大象と呼ばれる河北省で、肺がんは住民の命と健康を脅かす死亡原因となっています。河北省主要研究所が1月15日に発表したデータによると、この40年で河北省の肺がんによる死亡率は3倍に増加しています。同研究所の主要予防弁護室が1973年から2012年の 河北省の肺がんによる死亡数を調査したところ、肺がん死亡率は1973年の10万分の9.3から2012年には10万分の35.22まで上昇し、40年間で3倍にもなったことが分かりました。また、農村と都市部の肺がん死亡率を比べると、明らかに都市部の死亡率が高く、発病率も年々上昇していることが明らかになっています。 冬になり、深刻なスモークが発生し続けている中、石化装置などでは、1立方メートルあたりの PM2.5 濃度が1000マイクログラムを超えた日もあります。台湾の漢方医、高大文氏は、このような高濃度の PM2.5 に毎日さらされていれば、癌にかからないことは難しいと話しています。人に有人 今天涂一次，后天涂一次，呃，涂个几次以后，这个兔子的这个皮肤就很容易得癌症。那同样的 PM 二点五这种，嗯，这种污染呢，它也是碳化物啊，它跟这个柏油等等也很接近。那么一直在这个肺泡摩擦，也就容易得了肺的这种癌症。国際癌研究機構は、大気汚染のレベルが高いほど、肺癌にかかるリスクは大きくなると報告しています。 中国経済参考報によると、中国大陸では毎年およそ60万人が肺がんで死亡しており、この30年で肺がん患者は5倍近くに増加。2025年までに肺がん患者は100万人に達し、 世界一の肺がん大国になると予測しています。新東人テレビがお伝えしました。